はい、皆様こんにちは、ラフィオの日塚でございます。撮影にご協力いただきます。じゃあ、はい、はい、グローブライドの関口です。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、グローブライドのムチです。イエーイ。東久留米と風景違いますね。今日だってあのゆるキャラの取材ですよね。そうということで、ちょっといつもと雰囲気を変えて撮影をお願いしたいと思って、はい、愛媛までやってきました。イエーイ。松山出張撮影 in 愛媛でございます。イエーイ。ついに東京飛び出しちゃいましたね。実際に合ういい練習相手を、うん、あの最高な本人の前で言えよそれ。ちょっと手にしようぜって言って声かけたら声かけて、あ、オッケーって言って3人集まってくれました。いい練習になると思うよ。楽しくやろう、楽しくやろう今日。ということで、モッチーのテニス友達3人です。3名とも伊予銀行所属の史上最強アマチュアプレイヤーでございます。イエイ。アマチュアなんですよね。一応モッチーさん前行く。一応アマチュアです。じゃあせっかく愛媛まで来たんで、フッキーさんとモッチーさんにはイオギンチームのマジでやっちゃう体感してもらいました。今年何回だっけ。ツアー3勝ですね。4回出て3回です。ちなみにこっちはね、13回ぐらいやったのかな。もうこの優勝チームなんで、ハンデもらいましょう。いいの？うん、俺が言うのもなんで。サーブ1回でいきましょう。ワンサーブ、うん、ワンサーブ。あと中川選手は今肩の調子が完全じゃないんで、うん、アンダーとかにします。アンダーサーブでもいい。アンダーサーブ、はい、頑張ろうね。頑張れ、うん、頑張ろうね。とりあえずアップを一緒にやってもらいましょうか、うん、そう、それを受けながら返せるかな。そもそもそこね、2人ともファンドも100、O3 じゃないの？じゃない方にしました。 OK、 挑みます。これで頑張ります。セッティングはファントムプロ。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 プね、まず1ゲーム事故る可能性はあるだろう、うん、まず1ゲーム1ゲームだけ頑張ろう。そうですね、うん。
ちょっとあえて中川サーブから僕のアンダーサーブちょっと申し訳ないですけど。目標達成じゃないですか。目標達成。お団子回避。あたー！おい！おい！全力で活かしていただきたいと思います。セカンド？セカンドです。ほんと稼ぐ余裕もなかった今。マジ？なんちゅうことしちまったんだ。
行きましょう。行きましょう。頑張ります。これもやっぱりちょっと体感しないといけない。全力で守ってください。僕も仕事です。そうだ。サラリーマンだからやっぱり、ね、はい、ちゃんとあの
お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いろいろすみませんでした。ありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。非常に見応えのある、はい、出し切りましたね、はい、出し切りました。なんか今まで見た中で一番あれでしたよ。あ、本当、うん、輝いてた、すごい輝いてた。ありがとうございます。すみません、お暑い中長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。新しいファントムを手に、またこれからも試合の方に活躍していただきつつ、あのサラリーマンなんて仕事も頑張ってください。はい、ありがとうございます。明日も仕事、はい、仕事です。一生懸命仕事してから練習をします。すみません、お忙しい中楽しかったですね。そうですね、はい、来た甲斐がありました、はい、これからもね、なんかこうやっぱり全日本選手権だとかそういった大会で、うん、見ることもあると思うんで、うん、皆さんにぜひ応援、ね、してほ しいです。ぜひこの迫力あるプレーをなんか見に来てほしいですね、うん、そうです、うん、試合なんでやっぱいろんなところ多分回られてると思うので、全日本選手権とか日本リーグとかいろいろ試合に出ますんで、まあ、ぜひ現地で応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、銀行員として、まあ、一応アマチュアでやらせてもらってるんで、その方もしっかり、頑張っていきたいと思いますので、はい、素晴らしい。さすがプリンスを盛り上げたいと思います。うぇーい、カモン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 、頼もしい、頼もしいですね。、まあ、プリンスさんも盛り上がるもどんですし、まあ、こうやってテニスの業界自体が、ね、大きく盛り上がってくれれば何よりなので、ぜひこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。最後はそれでは一本締めで締め立ってていただきたいと思います。ちょっと待って、そんなのなんかあったの。お手拍子よく、よー、